12時間超ワイドテレビはテレビ東京が親局のアナログチャンネル番号 12CH にちなんで同系列で1987年から1989年の子供の日に放送していた子供向けのバラエティ特別番組である。タイトルは同局の新春特番12時間超ワイドドラマにちなむ。それまで12時間のバラエティ大型特番を 放送していなかったテレビ東京が、子供の日にちなんで、子供向けの特別番組の制作に参入した。年度ごとにテーマを変えて、話題性を据えて放送された。以下、本記事では便宜上、子供の日号号スペシャル大作戦、88子供の日、スペシャルフレあイ記念日、超豪華性、TV、12時間号号スペシャル地球クラベルトラベルと表記する。なお番組中では、 昼のニュース、メガトンニュース、TXN ニュースや夕方のニュース、メガトンニューストゥデイ、TXN ニュースディスイブニングも内報という形で通常通り放送された。子供の日号号スペシャル大作戦は1987年5月5日に放送された子供向けのバラエティ特別番組。放送時間は8時20時。概要。 美の文タを司会に据え、岡本太郎を総合監修に迎えた芸術も取り入れた内容だった。出演ほか主なコーナー、3万人、ジャンボクイズが行われた、西部球場、小学生綱、引き大会が行われた、台東リバーサイドスポーツセンター、88子供の日、スペシャルふれあい記念日は1988年5月5日に、放送された子供向けのバラエティ特別番組、 放送時間は8時20時54分と前回より54分を延長された。概要前年度に公表を得たことから放送された番組で桂文鎮が司会を担当し、ミノが総合司会を担当した。親子がテーマだった。出演ほか主なコーナー、超豪華性 TV12 時間後豪スペシャル地球クラベルトラベルは1989年5月5日に。 放送された子供向けのバラエティ特別番組。放送時間は前回と同じ8時20時54分。概要内容を大幅リニューアルを施し、前年まで司会を担当したミノが降板し、桂文鎮が総合司会を担当した。旅がテーマだった。また JTB の一社提供で話題を呼んだ。出演ほか主なコーナー。ありがとうございます。